びっくりした。その後ですね、ボーナス後600手前ぐらいのところで抜けたんで、とりあえず当たるまでって打ってたら700の後半ぐらいのところで負けが揃いまして、リノに来ました。その後何も起きませんでした、ボーナス後一応600ぐらいのところで ART が抜けたんで、当たるまで打ったは打ったんですけど、800手前ぐらいのところで化けが揃って以上と。でもあと時間が残り30分ちょいぐらいなんで、とりあえず、いつでもやめられるっていうかね、話の早い台をとりあえずということで、リノ、1回ぐらいトマト揃うだろう、30分あれば。
2300枚ぐらいある状態で500枚ぐらいかな、おそらく削られたんで、ここから30分はまっちゃったらまだ下手したらマイナスっていうのがあるね。まずいな。ね、導入から結構好きで打ってるんですけどね。ロックスポ出したことないんでね。でそもそもがね、ほんとトマト引かないのよ。多分これ1以上の確率でトマト引いたことないんじゃないかっていうぐらいね。引けてないんだよね。もうストレートで400ぐらいハマってるからね、これ。まあまあ勝ってたんだけどね。
い、終わりました。終わりました。お疲れ様です。はい、2000円投資で2369枚回収ということで、2016年勝利で終わります。ガッツな、本当にありがとうございました。このまま上り調子で右肩あるあるに今年は終わりたいと思います。先生どうでしたか？リノ途中でいなくなってなかったですか？え、リノからもいなくなってなかったですか？あれはね、あのタイミングやめたな。あ、やめたんです。それがね、1022枚の、はい、1034枚のうちの1022枚最初になって、ただまでマイナス12枚みたいな。まあこのくらいかなと思ってやめたんですけど。12枚。リノ行かなければよかったです。全然勝ってたんですよ。でまあ1回ぐらい、あと30分ぐらいやったから1回ぐらい止まって取るだろうと思って、じゃあ400円ぐらい回して行ったことなかった。で俺ね、行って俺今ようやくね、やっぱ分かった。俺ね、自分が負けるのよりお前が勝つのがムカつくんだってことが、ね、よく分かった。違うんですよ、私今日なんですけど途中で先生何回か見に行ったんですよ。先生見に行った後チャンス目引いて当たるっていうパターンすごい多くって、だから途中でなんか負けそうになったら先生こうやって見るようにしてたんですよ。あれ、牛を同時当選牛を同時当選的なで、あの後半でも私すぐに強チェリーから紙チェリーに変換して、そこからズって続いたんで勝ったんですよ。よかったです。お酒だったんです。ただ共通ベルとスイカは全然悪かった。いいとこで多分あの引いてたりとかと思うんですけど、よかったじゃないですか。じゃあよかったです、よかったです、ええと思います、と思います。そうじゃなかったな。だったらあの窓間際だらね、残り30分になるとやっぱね、あれでもあのお昼行った時600ぐらい、そうで、だから間が悪かったね、 ARG 抜けた間が。でも前回も先生あれじゃなかったですか、リノ終わってちょうどご飯行っちゃったら止まっちゃったって。そうなんですよね、だからよくあることなんですけどお米にね、ぜひやる気持ちなんでね、皆さんも気をつけてくださいね。はい、しかるべきタイミングでやっぱり行かないとということになりますね。はい、ね、ちょっと1枚でも2枚でももう毎週数えてでもプラスで終わったら終わったね。あの前回私セコク終わってるんで、前々回とかこういうことやっぱりやっておこうかな。俺も48枚プラスで終わりたいな前にあったんで、いいじゃん、勝ったね、勝ったね、よかったね。はいはい、まあこんなこんなでですね、はい、まあ所詮まあ2人でって考えれば一応プラスですから、まあいい滑り出しってことでいいんじゃないですかはい、はい、プラスです。プラスでね、終わりましたね。はい、俺今日嫌な巻き方したな。でもちょっとまた次回頑張ります。はい、また来月お会いしましょう。ありがとうございます。